こんにちは、ガミくんです。今回は超究極クインメタリアを星5キャラのみで攻略してきました。タンポポのワンパンがここでは無理だったんで、何か代わりになる動画1本撮りたいなってことで、星5キャラのみで攻略しつつ、ボスからは万次郎でワンパンっていう動画を撮ってきました。1手目は左ペア処理、2手目はワープ利用して左ペアを処理します。だいたい5度とかそれくらいの薄い角度でワープに入っていくと、上に行った時にワープ座れないんで、そのままザコを倒すことができます。3手目は縦間で薄く左にずれつつアグニを倒しておきます。ここで SS をできるだけ貯めておくと捨て荷の突破が楽になるんで、時間稼ぐためにアグニ倒してます。アグニを倒した後はできるだけ魔導士を倒さないように動きながら時間を稼いでいきます。で、モリランマルがいるんですけど、基本的にこういう星5の攻略ってガチャの星6キャラの進化前を入れるっていうのはあんまりしないことなんですが、今回入れてるのはアンチワープのアンチブロック持ちで、魔導士の攻撃が通るラインまで上げられるのがランマルしかいなかったからです。ティグノスも進化前でアンチワープとブロック持ってるんですけど、攻撃力を底上げしても魔導士の攻撃が通るラインに乗らないので、モリランマルを使ってます。最初はガチャキャラの進化前を使うのは良くないかなってことでユーナを使ってたんですよ。ステッキとワクワクミン使って同撃エルもつけて、なんですけどステージから突破がめちゃくちゃ不安定になる上に、めちゃくちゃうまくいって中ボス2のクインベリルを召喚するところまでいけたんですけど、ハートがクインメタリアの中に湧いてしまって、一応この位置でも多分ボスの横を殴れば回収できるんですけど、まあこれが結局回収できなくて死んでしまうっていうことがあって、もうそんなことにこだわってる余裕はないなってことでランマルを使いました。ワクワクの実は、神事以外のキャラが全員魔導士とかに攻撃が通るように過激ばかりを厳選します。厳選してるって言っても真面目に全部こんなにつけてるとコラボが終わっちゃうので、基本はステッキ使って終わらせてます厳選を。真面目に神殿でつけたのはランマルの線形過激と、すごい昔に神事に激しかめエルがついてるので、それをそのまま英雄の書つけて即必殺エルステッキでって感じですね。今回この挑戦するにあたって英雄の書を3つ、万次郎とアリスと神事、ステッキを5つ、ワクワクミンを2つ使ってこれらの厳選を終わらせてます。万次郎は一応仮モンできるんでサブ機のやつを使ってやりましたけど、それ以外のユーナとかアリスとかはシンジとかは全部メインのやつ使ってやりました。でも必要に迫られない限り基本的にステッキとかワクワクミンとか使わない主義なんで、元々余ってたからあんまりこれで使ったことに後悔はないですね。で、魔導士が召喚されてクインベリルが出てくるんですけど、ここが一番難しくて、なんでかっていうと味方の友情でクロッチの反撃モードを発動させるっていうのができなくて、殴って発動させるしかないんですよ。そうなると、ちっちゃい判定を殴るせいでなかなか思ったルートも取れないし、今回はうまいことを言って魔導士倒せてますけど、これはめちゃくちゃ珍しいパターンで、多分20回30回ぐらいやって1回できるかどうかっていうくらい珍しい。基本的にここの突破は30度とか40度くらいで弾いて、うまいことアグニの間に、狙えたら狙えますけど挟まらないかなっていうショットで、挟まって倒すか、アリスの SS 溜まってたらそれを使って一気に削り切るっていうパターンのどっちかしかないんですよね。基本的に魔導士とアグニは倒さずにずっと生かしたまま立ち回ることになるんで、そのせいで死ぬっていうことが一番多かったです。ここでブーストをかけるんですけど、足元にワープがあるっていうことに全く気づいてなくて遊ばれてしまいます。でも運よくみんなに当てることができたんですけど、アグニとの間に挟まって痛みがすごい食らってしまうっていう。そしてランマルのターン打つんですけど、ガイドがまとってたんで
クロッチの判定をちょっとじっくり見ておこうかなっていうことで、ちょっとじっくり見てます。早送りで流してます。結構なんか見た目よりも大きいんですよね。なのですごい分かりづらい。でアイテム取ってハートも取りたかったんですけど、まあ取れなかった。死んだかなって思ったんですけど、生き残って金波になって結果オーライっていう感じですね。運が良かった。でハートを取って動き回る。とりあえずこれアリスまで回せれば SS で突破できるんで、もう確実に突破はできますね。ゲージここを外してるのは単にミスしただけです。そして一気に全部削り切る。全然まだ余力があります。強い。ステさんは価値から倒さずにアグニから倒していきます。なんでかっていうと、価値を先に倒してママ同士とクイーンベリルを出すと動きがめちゃくちゃしづらくなって、アグニの白爆発のターンまでに倒しきることができないっていうパターンが何回かあったんで、もう価値を倒す前にアグニを倒して立ち回りに余裕を持たせておきます。価値は白爆発と蘇生しかしないし、下のクイーンメタリアにも別に即死行動はないので、毎回同時処理できなくても価値倒しておけばいくらでも時間稼ぎがやろうと思えばできるので、アグニから倒してます。で今万次郎とアリスでとりあえず1体同時処理はできなくても1回は倒しておきたいっていう感じですね。で万次郎で下を倒して、アリスで上側の2体を倒す。でこれがちょっと失敗して白爆発1回食らっちゃうんですけど、即死ではないので一応耐えることはできます。 HP があれば。そして大ハートが湧いたんで、金ハートに育ててから回収っていうこともやろうと思えばできるんですけど、ここでそれをしてないのは次みんなが動いたらブーストが溶けちゃうんで、そうすると召喚された魔導士をワンパンできるのがアリスしかいないんですよね。でアリスだけに頼ってるとちょっと攻撃力アップする可能性もあるんで、ブーストがかかってるうちに魔導士を倒しておきたいっていうことで今ここですぐ倒してます。で魔導士さえ倒せばクイーンベリルそんな痛い攻撃してこないんで、そっちをギリギリまで残して時間稼げばいいやっていう考えですね。で万次郎は動き回って魔導士を倒せたらいいなっていう。ただちょっと失敗してボスだけ殴っちゃうんですけど、もうブーストしてる万次郎は弱点殴らなくてもめちゃくちゃ削ります。下手に弱点殴ると倒してしまうぐらいなかなか危険な感じなんですけど、これはちょっと驚きましたね最初。でアリスで魔導士2体、あとは倒さないことをちょっと祈ってる。で倒さなかったんでここからは時間稼げます。で神事でまず3体当たって、一応回復エストは1万ちょっとぐらい回復できるんで、回復するために横間で降りていきます。でこれをミスって上だけになってしまいます。で次金ハートになるんですけど、全部の攻撃クインベリルが全部の攻撃してくるんで、まあちょっと HP 的に不安だっていうことで、今のあの位置だと万次郎で回収できるかが怪しかったんで、ちょっともったいないですけどここで回収してます。であとは次のステージの初手は神事にしたいんですよ。なんでかっていうと2手目から防御ダウンがかかるんで、できればランマルを2手にして3手で雑魚処理を終わらせたいっていうのをしたいんですけど、ここでその万次郎盾貫してそのままやり過ごしたとしてもアリスで残りの HP を削り切れるかっていうのがすごい怪しかったんで、いかにしてその倒さずにギリギリ削るかっていうのをできないか考えてます。
結構長考してるんで、ここ早送りになります。そして考えた結果、防御ダウンせずに弱点殴って移した後に、あとは防御ダウンして普通に殴ったらギリギリ生き残るんじゃないかと思ってやった結果、めちゃくちゃうまい調整ができました。あとはアリスで一発殴ればいいんですけど、ぐるぐる回ってダメオで食らって HP0 になりながら突破するか、ちゃんと縦勘で一発殴って倒すかちょっと考えてます。で、結果ハート回収して殴ることにしました。クインデリルの下って結構アンチブロックないと全然出っ張ってないんで、殴るのがミスることもあるんですけど、ここはうまくいきましたね。そしてステ2の次に難しいのはこのステ4の雑魚処理で、理由は単純に雑魚が多いからっていうのと、結局殴って防御ダウンを発動しないといけないので、自分で殴りに行って起動しないといけないのに、万次郎とランマルはケルベロス3回殴らないと倒せないんですよ、防御ダウンした状態でも。なので今ここスピードアップを踏ませるためにシンジ左で横間で下がりつつ配置してます。スピードアップ拾いやすいように。で、価値も倒して一応即死のターンもリセットしておく。で、ランマルはスピードアップ利用して右側へ行きます。ただここミスってゲージミスってしくってます。でも左のザコセット倒すので結果オーライ。多分右で今の角度で行ってたら倒せたがちょっと怪しいところがあったから、まあ良かったといえば良かった。そしてこれが今回一番悩んだショットで、やりたいことが2つあって、1つ目が価値の処理、2つ目がアイテム回収。1つ目の価値の処理は次白爆発飛ばしてくるんですけど、これが耐えられる HP じゃないので倒しておかないと死んでしまうっていう。で、2つ目がアイテム回収で、壁際に湧くアイテムの数って2つが限界なんで、今靴と砂時計があるせいで、これから先これを残しておくと、ターンがどれだけ経ってもアイテムが湧かない、回収しておかないと。で、次運悪く拡散弾とか食らって HP1 万とかになっても、靴と砂時計があったらアイテム出てこないんで回収しておきたい。なんですけど、縦勘気味に動く、縦勘で右に動いていくと、多分ワープ、アリスの下のワープに座れて上のワープに出てくると、そこでずっと縦勘でダメをたくさん当たって死んでしまうんですよね。だから横勘気味に動いていかないといけないんですけど、下手に角度を強くしすぎると、入れ板ケルベロスを殴った時に入れ板して縦勘気味の動きになったら、結局上のワープに出てきてたくさんダメオにジュジュしてしまうから、薄く横勘で登っていって行かないといけないんですけど、上のワープに横勘で入って、アリスの下のワープから出て横で登っていく。ただ薄すぎると結局そのブロックで反射してまた元のワープに入ってしまうんで、アイテム回収ができないから、ちょっとどれくらいの角度で横に登っていけばいいかっていうのをめちゃくちゃ考えてました。で、ちょっと長すぎたんでカットも入ってます。そしてうまくいって、で、アリスもずらせてめちゃくちゃいい結果になりました。で、今回アリスずらせたおかげで縦勘気味に動かせて、簡単に右側の雑魚を倒すことができました。そしてクインベリルが出てきます。あとはブーストを、少なくとも万次郎にはかけておきたいんで、右下に打って、クインメタリア、ブロック、クインメタリア、右壁で、アリスと万次郎の間っていうのを狙って打ってます。ランマルは配置的にちょっと分断されてるんで、もうかけるのは諦めました。そしたらうまいことブロックの下くぐり抜けて帰ってきて、ランマルにも当たるっていう運のいい結果になりました。で、ランマルはブーストかかったおかげで魔導士を一発殴れば倒せるようになったんで、左下に打って
左壁クイーンメタリア、右壁でバウンドして、クイーンベリルの頭の上を通れば入れ番しない限りは魔導士少なくとも一発殴るでしょうっていうような打ち方で倒してます。そしたらうまいこと弱点と魔導士の間で挟まってめちゃくちゃ削れました。万次郎はブーストかかってたら、防御ダウンしなくても普通にクイーンベリル相手にはキラーが刺さって攻撃が通るんですけど、今ちょっとクイーンベリルの皮の際の判定がどれくらいだったかなっていうのを考えてます。あと下でカンカンして防御ダウンしながら殴ったら確実に倒せるんですけど、多分そうすると、SS が届く位置にいられるかわからないからどうしよう。下で殴るか、上で殴るかどうしようかって、結構長く悩んでるんで、早送りします。で、悩んだ結果、上で殴ることにしました。理由は、頭の上で止まれれば確実に SS で殴れるからですね。まあ、入れ番して吹っ飛んじゃったんですけど。この星は全て私のもの。まずはブロックの中に隠れてるクイーンメタリアを動かさないといけないので普通に雑魚処理していきます。ブーストかかってるんで普通の星6並みに火力は出るからさほど苦労はしないんですけど、問題は今の万次郎の位置だと一旦待たないと SS 絶対届かない位置にいるんでずらしてあげないといけないんですよね。なので今ちょっとシンジを使ってずらしてあげます。ワープがちょうど上下にあるんで、これを利用すれば、内側に入れられるかなっていうことで、打ってます。上から行ってるのは、ついでに森蘭丸を右側にずらしてあげれば、今ちょっと配置的に、微妙な位置だったんで、右側にずらしてあげれば、より確実に倒せそうだなって思ったから、上から行きました。で、結果うまいこと言って、万次郎は内側に行けたし、蘭丸も、変に角度つけた打ち方せずに、薄い縦感で倒せるようになりました。これで、雑魚処理できて、あとはもうクイーンメタリアの調子聞くだけです。調子はどうだい？ストライクショット。で、ワンパン。いや、達成感が、やばいな。もうこれを見直すだけでワクワクステッキたくさん使ったのとかもう全く後悔ないです。最後に何回挑戦してクリアできたのかっていうのを気になる方いると思うんでそれだけ紹介して終わろうと思います。今回アリスをこの挑戦やるにあたって初めて使ったんで、で源泉もステッキ使ったから神殿1回も行ってないので使用回数がそのまま挑戦回数になるんで、それを見れば何回挑戦してこれができたのかっていうのがわかります。234回です。だいたいオーブ47個分なんで10連1回分ですね。そんだけやってあの1回の勝利をつかみ取れました。よくやったなって思う人は高評価とチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。